こんにちは、浜本理恵子です。紅葉も綺麗ですね。街はクリスマスムード一色。でもね、びっくりするのはね、9月になればおせち料理の早割りが売ってるんですよ。カレンダーも売ってますしね。早いですね。あっという間に幸せが駆け足でやってきました。そんなところで今日も歌に行きたいと思います。まずは私の肌絵にし、そして人生しみじみ、林秀美さん、哀愁の桂川。こんなんでどないでっか。ほな、チャンネルそのままで頼ます。この番組はあなたの街のカラオケレインボーとご覧の各社の提供でお送りします。カラオケするならレインボー、カラオケするならレインボーやよー。平日夜1時間0円、昼ならさらに2時間0円、めちゃ安い。カラオケするならレインボーやよー。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。せめてお酒を淀川未練、あなたに夢を。お買い物をするなら何でも揃う堺市金岡団地近く、ショッピングモールレインボー金岡。来てねーすと。誰が繋いだ絵にしでしょうか。定め分け合う何はの空で、雨や嵐に叩かれよ。世間という字が読みきれなくて、つまずき転んだ浮世坂。生きてりゃきっといい日も来ると涙拭ったぐらいのあり、人生しみじみ、人生しみじみ、夢の苦さを噛み噛みしめる。この世の
試練に笑顔で耐えて幸せ花咲く望み坂果てなく遠い道のりだけど明日という日が道しるべ人生しみじみ人生しみじみ酒に一こぐ夜今日のゲストは林秀美さんです。林秀美です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。いつもありがとう。いいえ、お久しぶりでございます。もうね、来てくれる言うたら心よく来てくれるね。すごい、先ほどもスタジオ入る前腕組んでお二人で歩いてらっしゃいました。仲いいでしょ、もうなんかね、昔から仲良かったみたいに、なんか波長が合う感じが伝わってきます。で歌もね、同じ作詞作曲の先生の2人とも歌ってんねん。そうですね。でも2人とも亡くなりはったけどね、この人たちがこんなに今仲良くしてねんて絶対分かれへんね、天国で知ってるかな、分かれへん。でも喜んでると思います。喜んでるな。そうですね、まあ、天国はいいけどな。ふみちゃんはどう？何がですか？私いつもか考えんねん、人類はね、人類はなぜすごく移動するんやろうか思って。難しい、すごい質問ですよね。人類はなぜ移動するのか。そんな言い方されると難しい。なぜでしょうね。なぜでしょう。好奇心とかですかね。そうやな、やっぱり食べるもんも違うし、文化も違うし、そういうふうなもんに触れたいのかな。そうでしょうね。一番行きたいとこどこ？行きたいとこは浜本邸ですね。どこ海外か。秀美さん一番どこ行きたい？世界だった。世界ね、まだ世界回ったことない。どこでもいいです。あかん、地球儀で回るだけだ。本当にそうなんですよね。どこが一番行きたい？行きたいのはね、そうやね、フランス。フランス、大体フランスが行きたいよな。リュウコさんは？私も全部行った。全部行きましたすいませんみたいな。一回行こうね、一緒にね。連れてください。もうミヤちゃんね、いいお洋服いっぱい着てるけど、ちゃんと捨ててる？捨ててる。買ったら捨てないと。
風通しが悪い。なるほど、うん、整理するということですね。そう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 、整理しないと、うんうん、もう引っ越ししてごらん、あんたすっごい荷物あるやろ、はい、この前5年前に引っ越ししたとき、なんかリフォーム見せたときいっぱい掘った言うたやろ、はい、ということで、そんだけ溜め込んでんねん。そういうことですね、うん、もういろんなのいっぱいありました。そう、ふみちゃんでもいつも衣装着替えてるけど溜め込んでるやろ。いや、りえこさんが思われるほど購入してないですから。そう、はい、私もそんなに買ってない。いやいやいや、すごいもう印象が買ってない、ね、うん、私のは落差が激しいね。それを楽しんでね、うん、なんちゃって、なんちゃって、まあまあ、そんなところでね、はい、今日はね、本当に仲のいいお友達になってくれて、うん、これからもよろしくね。お願いいたします、はい、それでは続いていきましょう。近江の穂村、矢切の渡す、林秀美さん、イラコ恋歌、もがり笛と続いて行ってみましょう。現地推し進め、聞く耳持たぬ権力に、近江の穂村は絶やさぬと、脳の魂来た。悲憤の涙花と咲く、その日をはかり立ち上がる固い絆と糸の地へ渦巻く。
などの名前を忘れるように、あなたは私を忘れるでしょう。男はいつも別れの夜に優しい嘘つく罪作り、置いて行かれる旅の宿、恨みません、泣きません、伊那湖岬の恋路が暴れ、今宵一晩愛されたなら、恨みません、泣きません、女心を抱いてください。遊び場レインボーワールドが橿原ツインゲートにボヨヨーンオープン。カラオケ平日昼2時間0円、夜1時間0円、最新のダーツマシーンに卓球ビリヤードも、レンタルスタジオだってあるよ。大人も子供もみんなで遊ぼう、レインボーワールド。さあ、いろいろ歌いましたわ。はい、ふみちゃん、今日どうだった？いや、
もういつも通り森江子さんのこう華やかな衣装の七変化、それは捨てる勇気いりますよ。そうよ。リエコさん こそお荷物多いと思います。いや私、うん、あんまりないのよ、捨てる勇気が。そうそうそうなの。いやでも本当に華やかで楽しかったですよ。そうですか、うん、はい、ありがとうございます。なんとかかんとか言いもって、うーん、私いつまでやるのかしら。そうですね、あと 2,30 年はお元気でいてくださらないと。ちょっと待ってまあでもね、今年もいい年やったですね。そうですね、はい、うん、来年もいい年でありますようにね。はい、はい、そういうところで、ラストはね、林秀美さん、菜の花はるか、はい、私ラストダンスを私に、はい、というところで、はい、来年また1月にお会いいたしましょう。それでは皆さん、定めわけ合うな
な庭の空で雨や嵐に叩かれよう。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。演歌ジャックスクリスマスディナーショー、番組レギュラー陣と素敵なクリスマスをご一緒しましょう。皆様のご来場お待ちしております。ほっこり、ほっこりな、ほっこり。川西乗瀬口駅、北へ徒歩3分。ほっこり。歌は時代を映す鏡、心のふるさと。ぐっと親近感を感じて思わずハマってしまう演歌バラエティ、それが演歌ジャックス。個性豊かなレギュラー陣と豪華なゲストで内容盛りだくさんにお送りしております。歌はもちろんアットホームな雰囲気で絶賛放送中です。この番組はあなたの街のカラオケレインボーとご覧の各社の提供でお送りしました。